あ、もうそろそろ始まります。何にも飲んじゃう大丈夫大丈夫大丈夫始めます。大丈夫アドリブについて、あ、始まりますよ。はい、というわけで30分を回りました。ここからはデブ巻きチャンプルーです。よろしくお願いします。こればっかりちょっとおかしい。はい、ありがとうございます。今日はですね、題しましてですね、私もちょっと書いて忘れちゃった、通りすがりのあの人たちですね、あの人たちが語る第14回焼津浜通り夏のあかり天の何ですか、実行委員の皆さんでいいですか、浜の会の皆さんですね。はい、よろしくお願いします。あの、当初ですね、ちょっと説明させていただきますと、こちらのあの、よく焼津テレビにお越しくださいます謎の通りすがりの方がいらっしゃいまして、まあ、この方に私が今日打診を、あの、出ませんかと、ね、浜の会の明かり店の話をしませんかというお声かけをしたところですね、なんとすごいですよ、ね、重鎮がお二人大丈夫だけど、ね、お越しいただきまして、初めましてですよね。今日今日もう初めてじゃないですか、今までも。初めましてですよね、お会いするのね。はい、はい、初めまして、私も斉藤と申します。よろしくお願いいたします。ここでご挨拶もらうんですが、じゃあご紹介の方をさせていただきます。はい、浜の会ではどういうポジショニングなんですか、会長？理事長。理事長さん。あ、ストップです。二代目理事長さん。二代目理事長さん。たまたま先日変わったばっかりです。あ、そうなんですか。あの、名前を言えばね、皆さんね、お分かりいただけるかと思いますけれどもね、ぬかや斉藤商店さんの斉藤磯和さんです、はい、よろしくお願いします。はい、そしてまあ、そこそこの男さんなんでちょっと飛ばしますね。はい、こちらはですね、私がよくあのお世話になっております、あの、兄貴でございますね、金尾と石橋商店、石橋俊文さんです、よろしくお願いします。ファネタになってたけど、ファネタになってたっけ、ここで。まあ、よくね、ちょいちょい民放出てますからね。そうです。なんでそんな控えめなんですか、今日は。めちゃめちゃ緊張してる。そのっかりはね、生放送ですよ、電子からですよ。そうですよ。生好きなくせして。マグちゃん綺麗だしね、今日。あ、目悪くなりましたね。かなり老眼が進んで。そうですね。まあ、そういうね、おふざけ仲間でございますね、いつもありがとうございます。というわけで、じゃあ話をちょっと、あの、今日いろいろね、お伺いさせていただこうかななんて思いますけれどもですね、まあ、恒例になりました第14回焼津浜通り夏のあかり展ということで、今年も開催ということで、はい、まあ、まずじゃあ概要の方を私からお話しさせていただいて大丈夫ですかね。皆さんも多分ね、ご存知かと思いますけれどもね、じゃじゃん、こんな感じになります。令和5年9月の1日金曜日と2日の土曜日の2日間開催になりますね。場所はですね、焼津の、まあ、浜通りと言われるところなんですけれども、午後6時から9時までの間にですね、こういうこう、なんていうんですか、これ、あんどんっていうんですね、がこう通りをこうずらーっとで、なかなか風情のある、あの、素敵な催し物でございまして、今回からそれにマルシェも、今回は3回目ですね、3回目だ、はい、復活みたいな感じでいいんですかね、うん、そうというのもあるものですからね、まあ、このお話をちょっと伺おうかななんて思いますけれども、うん、理事長、今年の見どころなんかは。そうです、今年はあの、今言うように、はい、あの、小屋さんっていうね、昔教科を、はい、あの、改造して、うん、小屋という名前で、うん、まあ、いろんなあの、そこを開放して、何それ、何やって言ったらいいのかな、何や、まあ、とりあえずその場所に、うん、その小屋っていう場所があって、うん、そこのマルシェ、それで隣の、丸橋さんのとこでアンドンマルシェ、はい、そして我々一番メインの浜の会の明かり店、400メートルの間に387機の安納を並べて、はい、まあ、聖の片っぽはちょっとね、どうですけど、安納の方は聖の世界で皆さんに楽しんでもらえたと、うんうん、はい、毎年ね、なかなか好評で、私も楽しみに行かせてもらってるんですけれどもね、最初の頃は確か1ヶ月ぐらい早かったような、8月とかでしたよね、最初。そう、8月のね、うん、第1週、うんうん、たまたまその第2週ぐらいに、
焼津奈良祭りがあるもんですから、ね、はいはい、それにあの会わないように、うん、ちょっと先駆けて、あ、そういうご配慮のもとやられてたんですね、はい、また9月になったっていうのはやっぱりこの気候のたまたま去年よかったそうですね、去年ちょうどコロナがあって、うん、あのコロナでの中開催したんですけれども、うん、はいはい、若干1ヶ月ずれたんですね結果的に、うん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 、そしたら逆に日もこう落ちるし、うん、非常にこう風情があるということで、あ、うん、まあ、ちょっと涼しくなるしね、うんうん、そうかそうか、じゃあ最初からもうそこに焦点を置くっていうよりは、うん、まあ、そうなっちゃったらたまたまそこが良かったみたいな、うん、そんな感じ、まあ結果論ね、うんうん、でもすごいいいですよね、うん、いやたまたま今通ったら、うん、あ5時半でもうこんなに、あ6時半か、はい、こんなに暗くなって明日ぴったりだなっつって、うんうんうん、そうですね、本当、うん、いいと思います。で、よくこう明かり点とかにこう暗どんがこうなんて言うんだろう、こう道路の横にこうブワーってあるじゃないですか、うん、あれっていうのは誰が作るんですか。あの今主に、絵手紙のね、あの、うん、のそういうサークルがあって、はい、その先生にお願いをしながら今年73期かな絵手紙の、うん、そうであとはあの各地元の人とか、はいはい、で幼稚園各支援学級とか、うん、まあ、たまたま今年はね、うん、大井川の東小学校の子どもたちが、うん、はい、なんか50何枚書いてくれたのかな。すごいですね。だからもう一応メジャーというか、うん、全市的なあの催し物になればいいなと、うん、そうですね。私もなんかあれ書いてみたいななんていつも思って、 あとねその公募で、うん、観光協会の方で出させてもらったら、うんうん、30個枠を作ったんですけど、はいはい、もう 瞬殺で瞬殺でしょうね、はい、へえ、わかりました。あのもうみんな皆さんこう書いてくれるので、うんうんうん、皆さんどんな絵を描かれる、なんかこういうの多いなとかってなんか傾向とかってあるんですか。いや別にあの主題はないからね、うんうんうん、それぞれ皆さんの範囲の中で、うん、例えば支援学級の子たちはその精一杯自分が思ってることを書いてくれたり、うんうんうん、あの漫画的に書いてくれる人もあるし、うんうん、そうですね、まあ、プロ話の人もあるし、いろいろまあご覧になってからそうですね、すごいあれ一つ一つこう見るとやっぱりオリジナリティっていうのかなあって、すごい見応えがあるっていうか、そうですね、とすごく楽しいなって。あと幼稚園のこっちが結構気合いで書いてますよ、うん、おお幼稚園のこっち、あなんか手前の方に去年はあったかな、なんかまとまってそうですね、あったりとか、うん、なんか大きいのもなかったですか、うん、あれ大きいのはこう落書きあんの、あれは何、うん、その場で、そうそう即興で、あ、うん、なんだ、私あれはもう出来上がってるんだと思って、うん、書いちゃいけないと思ってこう見てました。書いていい、私も書いていい、私参加してくださいバッシリ書いてみてください。三条とか書いていいダメダメだ、そんな不正ないのは書けないマキちゃんの顔書いてくれるやめてくださいよ本当に。え、兄さんとかは逆に書いたりしないんですか。昔一回書いたんですけど、何どんなの書いてたんですか。 あまりにもこの下手すぎてえ、もしかして画伯、意外な、器用そうですけどね。そこそこの男さんもなんか器用そうですけど、いえいえ、なんで今日口数少ないじゃない。静かですね本当に。どうしちゃったんですか。いやいや今日はね、え、そこそこの男さんは一応浜の会員の方なんですよね。もうメンバーです、ね、もういなきゃ困るメンバーです。役員ももう昇進されて、 あんまり言うとでも素性がバレちゃうんじゃないですか。騙されてる騙されてる非常に気悪いですね本当に騙されてる。いやいやいや、でも私が多分深澤さん、深澤さんってごめん、そこそこさんにごめんなさい、初めてお会いしたのは私多分明かり点なような気がするんですけど、違いますかね。その前じゃない？そんな前だっけ？もっと前だと思うよ。まだすごく痩せてなかったっけ？気のせいだと思います。人間違い。人間違いだと思います。本当に。そうだからその時はまだ8月でお誕生会をやったんですよ。とある方の。うんうん、その時にあったような記憶があるんですけど。違いますか。飲んでた時？飲んでた時ですよ。飲んでた時。大体私
の出会いは飲みですよ。そうだね、酒ですよ、やっぱり。あと飲みませんか、一緒に。ですよ、お願いします。お願いします。めちゃめちゃ強いですよ。強そうですね、うん、完全に日本酒糖ですから。あ、すごいですね。なんか鳴ってますけど、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。あ、そうなんですか。やっぱこう打ち合わせみたいなのを浜の会の皆さんでされる時もやっぱお酒交えてみたいな。いや、それはほとんど時間的にね、うん、あの一番悪い時間だから。一番悪い時間って、うん、6時半とかね。あ、早すぎるってこと。中途半端で飲んでいかれないし、あ、飲んでもね、うん、だから一番悪い時間です。一番悪い時間。飲んでる人見たけどね。え、飲んでたんじゃないんですか。飲まされましたけどね。そうなんです。まあ彼はそのね、うん、コミュニケーションで一番そういうね、はいはい、あの飲んでやるワイワイやるのが一番、あ、まあね、たけてる感じを示すよね。そこそこ。そうやって謙遜って言うんですけどね。そんなことないと思います。いっぱいねご縁もいただいて、うん、いつもありがとうございます。え、今浜の会っていうとメンバーはどれぐらいいらっしゃるんですか。40人ぐらい。へえ、全部で80万。そんなにいるの。メンバー上はサポーターとかね、協力サポーターとか入れると、入れると、はい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 。なんか参加資格とかそういうのってあるんですか。会費払えばいい。みんなの試験。あ、試験があるんですか。あの口頭試験で。女性の場合面接だっけ。もう即です。即入会。私入れますか。可能です。あ、よかった。目が悪くなってくれておかげで。でもそんなにサポーターみたいな人も入れて、じゃあ80人ぐらい。そうですね。すごい結構大きいコミュニティというか、うん、そうですよね。ですね。他にそのあかり店の他に何かこう活動みたいなのっていうのはされてるんですか。うん、まあ難しくてなかなかね、うん、それこそあのみんなそれ仕事があってやるもんだから、なかなかこれって言われがないけど、今彼がね、うん、あのいろいろ頑張ってくれて、うん、新しいことを若い人で連れてきてくれて、はい、これしたいこれしたいって頑張ってくれてます、うん、ちょっと前にね、うんうん、浜の会で、はい、まあ、地図を作ったんですよ、はい、浜通りの地図を、はい、でこう書いて、うん、でそれが一つあったのと、うん、もう一つ浜通りに看板を作ったんですよ、うん、看板、どんな看板ですか。それは、うん、ここはどういうとこみたいな、うん、例えば甲子園塚はこういうとことか、うん、向井さんの前のとこに波よけの堤防、うん、板があって、うん、でそういったものがどういうとことか、うんうん、まあ、そんな看板を作ったんです、うんうん、でそれだとこうちょっとこうなんてアナログチックじゃないですか、はいはい、逆に今そのこういった YouTube とかで動画を使って説明するっていうのを試みてて、うん、実はそういったものの説明を動画で撮って、うん、でそれをこう例えばもうちょっと将来なんですけど QR コードを貼って、うんうんうん、見ればそこでそのなんていう、何秒、ね、まあ、1分とか2分で説明ができると、でそういうのをその看板のところに一応設置していくと、うん、この YouTube も見れるんだっけ。ここの YouTube も見れる。見れるよね、はい、あ、本当ですか。それなんか検索すれば、うん、検索すれば見れるかな。ちょっと浜の会で出てくる。浜の会で出るかもしれないですね。でちょっとやってみて。え、 今やりますね、まあ、それと、うん、今回のあかり店の時にも、はいはい、さっき言ったホヤさんのところに、はい、裏にその、なんか、知るんだけど、ね、小屋じゃなくて、なんか蔵があって、そう、蔵があるんですよ。で蔵のところの白い壁が非常にいいプロジェクターになるんで、そこにその動画を今さ、流してるんですね、うん、結構その動画も面白いですね、うんうん、面白くできると思います。で今回も見てもらえると思うんで、ぜひ来てもらえた人は見てもらえれば嬉しいなと思います、うん、浜通りのお祭りを動画にアップしてるんで、うんうん、船玉さんと甲信塚だっけ。あ、そうですね。それと上昇寺、上昇寺もあるし、ご神事もね、うん、下の弁天さんもうアップしてる。アップしてるのかしない。あれでもホヤでは見れるじゃん。ホヤでは見れる、うん、出ない、出てこない。え、浜の会なんか焼津テレビで前に青木さんが動画撮ってくれたのとか、うん、そんなのがいっぱい出てきます。本当に出てないのかな。じゃあちょっと交互期待っていう形で、うん、今日交互期待。後でちょっとリンク貼っときますね。ちょっと探してね、はい、でもそれめっちゃいいじゃないですか、うん、でそうすると結構そのリアルなそのアミューズメントになるんですね、うんうん、そうですね、うん、でそうすると浜通りからいろんな情報が出せていいなと思うし、うんうんうん、できればその僕が思ってるのはメタバースですね。ああいう感じに、うん、例えばその
iPad みたいなの見て、うんうん、でその今と昔みたいなのができてくればいいなと思うし、うんうん、ああそれ面白い。だから来てくれた人ももちろんだけど、うん、昔からここにいる人もね、うんうん、そうやって見れるとすごく楽しいですよね。お祭りは一回見たのが面白いですね。船玉さんなんか船乗って出るんで、うん、ああそうそう、あれなかなかね、うん、知ってる人ないですよ。私わかんないんですよ、うんうん、ぜひ教えてもらいたい、うん、その動画をあの、うん、この方がここの方あの船酔いしながら騙されて船に乗っけられてひどい話、あれはだけどほとんどの見る人ないですよ。そうですね、うんうん、そういうね、うん、面白い情報、波ないよとか言ってじゃあ乗らせてもらったらこんなじゃんみたいな、捕まってなきゃ落ちちゃうみたいな。あの船は水産学校の生徒が作ってる。あ、そうですそうです、ね、はい、うん、その話題性もね、はいはい、結構あるんだけど、なんかよく作りすぎちゃって、はいはい、昔のやつはすぐ沈んだんですけど、はい、あの、沈まない、焼津高校、水産高校の子供作ってからしっかりした船で沈まないの。いいじゃないですか。だからどうしようかってぐるぐる回って沈まないから弱ったなってほっとけって帰ってきちゃったんで。あ、基本沈ませるんですか。本当は沈む。そうそうそう、沈めないとね。うん、ですね。へえ。なんかそういう知識もなくて。まあでもいろんなね、いろんな人がいろんな知識を持っていて、うん、でそういうのがこう。そういうの情報を出せればいいし、うん、で浜通り自体もいろんな工事があるんですよ、うんうん、でその工事の名前だとかね、例えば三門工事だとか、うんうん、ね、その昔あそこキャバレーがあったんですね。キャバレー浜通りにキャバレーっつってもあのなんだその女給さんがいてね、うん、でそうするとそこで飲んで、うん、一個とのところで、うん、ちょっと、まあ、立ち寝するじゃないですか皆さん、はい、そうするとそこがしょんべん工事とか直接で言うとあったりとかね面白いそういう、ね、通りの話とかもね、うん、まあ、そういうの、ゆくゆくはねできていけば面白いなと思うし、そうやって歴史は作られていくんだ、うん、でもそういうのいいですよね。そういう一つ一つをねこう、うん、凝縮させて情報発信していくっていうのは ね、うん、ね、やっぱり私もそういうのやっぱもっと知りたいですもん、うん、焼津のこと、うんうん、なんで教えてくださいね。あとあれです、港マラソン出たんですか。え、嘘、走るわけで港マラソンのお店、あ、びっくりした、走った、あ、そうそう、あのそういう港マラソンの時のね、はいはい、あのやる焼津の商品の、うん、まあ、皆さん結構魚屋さん多いもんだから、はいはい、それを、うん、よその来たね、来たお客さんに、うん、あの販売したり、はい、焼津汁っつって、焼津汁、うん、え、どんなあのまあ、何でも、うん、あの魚をみんな混ぜちゃって、うん、あ、特に鉛節とかね、鉛節、あ、でも美味しそう、うん、美味しいですよ、うんうん、出汁がいっぱい、そうそうそう、食べて、なかなかだけど難しいけどね、だから20人ぐらいねやっぱ人がいるんですよ、うん、はいはい、それをやると、うんうん、だからなかなかね、うん、まあ、復活はしたいと思ってるけどね、うん、ぜひつかみ取り、つかみ取り、あ、それとかね、あの公民館祭りとか、はい、そういう時にもかつお節のね、はい、パックをね、はい、つかみ踊りして、そのつかみ踊りさせるに、うん、あの面白いですよ、サービスが多くて本当はねこう出ないのはね、うん、みんながいや会員がね、うん、手助けして一度もの10ぐらい積まれるように優しいだからあっという間に終わっちゃうね、うん、人気ありそうですもんね、私も行きたいもん、うん、え、それをマラソンの、いや、それはまたあの公民館祭りとかね、公民館祭りの、うん、そういうのとか、公民館祭りってあそこの、うん、そうです、焼津公民館、あ、うん、まさにうちです、ね、あの近くの、うちの近くですね、あ、そう、あの近くにですか、そうなんです、隣に言うと、あ、全然、私全然もうここで言われちゃってるんで、私あってなんですよ、家、あ、そうなんで、すごい、隣組だ、隣組ですね、はい、そうなんですよ。でも一ついいですか、はいはい、うんうん、僕ね、うん、その明かり店の、うん、まあ、今はそういったいろんなことをやってるんですけど、うん、最初はあんどんだけだったんですよ。へえ。でね、あんどんだけなのに、うんうん、割と人が来たんですよ、うん、で地元の人がすげえ喜んだの、うん、でそれはなぜかっていうと、うん、あんどんのところに、うん、その出してもらうように協力した時に、うん、そのおじいさんとかおばあさんと住んでる人、うん、方がこう一緒に夕涼みしてるんですね、はいはい、で夕涼みしてるとそこにこういろんな人が来るわけですよ、うんうん、で本当ならその人たちが、うん、その夕涼みしてる人たちが会いに行かなきゃいけない、行かなきゃいけないとか元気かえとかっていうところが、うん、ね、勝手にいろんな人が来て夕涼みしてる人を あんた元気かえとかっつって話するわけですよ。あ、めっちゃいい。そうすると、うん、その地元の人って
横着だから何もしなくてもこうみんなこう生存確認をしてくれるわけじゃないですか。ああいい元気だな、あんた元気だねみたいな。で、ちょっと話違うんですけど、居酒屋の一番のつまみは、うん、居酒屋の親父だと思うんですよ、うんうん、酒もつまみも美味しいと思うんですよ、ねね、だからそれと似てて、実はあんどん祭りのあんどんと、うん、そのあんどん祭りの実はそこの住人の人が実は一番のつまみだったりして、うん、でそうするとその来た人も嬉しいし、うん、来た人って結構焼津のあの辺で住んでた人が、うんまま、来たりとか、うん、あの小さい時に連れてこられたとか、うん、そういう人が来た時に、うん、あのばあさん生きてたよとか、わかるわかる。だからそんなのがあの、うん、最初にあんどん祭り、焼津のあかり店の、うん、浜の会のあかり店でこう受けた理由じゃないかなと思うんですね。でそれが、まあ、中野博美さんとかね、あの、うんまあ、会員に入ってたんで、うん、その時は、動きのある焼津祭りと、はいはい、静かなあかり店と、うん、いう形でこう始まってったんですよ、うんまあ、今年はそのあんどん祭りとかいろいろね一緒に入るんですけども、うん、本来ならその静かな祭り、うん、それと住民の安否確認それ重要それ重要だからそんなようなのが非常にこうエッセンスになるのかなと思うし、うんうん、そうですね、うん、確かに人が集まる要素がなんかいろいろマルシェもありっていうところで全て詰まってるような気はしますよね、うんうんうん、今回のこのご案内を見たら、うんね、だからこの安どんのあれもね、うん、あの今の中野市長が生みの親なんですよ、はい、あそうなんですか。焼津の駅からねずっと竹のね安どんをやりたいなっていう話からこれが始まったんですよ、はいはいはい、だから県会議員の頃だな。そうですね、うん、市議から県会議員になった。そっかもう14回だから、うん、そうですよね、うん、だから一応彼があの生みの親ですよ。へえ、それは知らなかったです。やっぱ言い出しっぺは大事ですよね。だからあと続きはいいですいやいやいや皆さんで皆さんで、で全然話変わるんですけど、この皆さんが今日着てるこの浜の会って書いてあるこの、うん、これは魚菓子風です、ね、風なシャツですよね、うんうん、これはいつ頃作られてどんな感じですか。もう12回ぐらいは作ってるね。そうですね、毎年色を変えて。あ、これ毎年作ってるんですか。そう、結構着古した感ありますけど。そうだから、ね、これは3回か4回目ぐらいじゃないかな。あ、そっか、一番初めは白だっけ。それこそ手拭いを、はいはい、あの住民の人にも窓の人に分けてたんですよ。よろしくお願いします。はいはいはい、はい、でこの浜の会っていう、うんまあ、この1枚のね手拭いですよね。このを使ってて、で会員には5枚ほど出させてもらって、うん、作ってくださいっていうので、うん、で、まあ、磯川さんが着てるのと僕が着てるのとたまたま一緒の着あちょっとそうそうそう、一番ニューバージョンニューバージョンのお揃いにお揃いでなってて、うん、あ、じゃあ毎年違うんですね。その生地が違うから。そうですね、色によって、すごい素敵だなと思っていつも、ね、だからあのお祭りっていうかその明かり店に行った時にあの係の人っていう言い方はちょっとあれかもしれないんですけど、ちょっとあれはどこですか的なことを聞きたい時はこの浜の会の人をね探すんですよ私も。そうそうそう、で深澤さんいないかなとか石橋さんいないかなとか、あの深澤さんはいないんでここにはね、ね、深澤さんいないかなとかね探すとここでこう分かるという、そんな仕組みっていうことでいいのかしら。そうです ね、なってますけどね。え、これはじゃあ浜の会のメンバーとか、まあ、サポーターになれば買うことができるというか、着ることができるみたいな風に、たまに着てる人いるの。ゆういちくんとか着てましたよね一時期。これもメンバーだから。メンバーだから。あ、メンバーなんですか、うんうん、なんか交通整理やってるのをよく最近ここ何年かは見てないですけど。そうですね、司会やってくれたりとか、うん、まあ、いろいろやってくれたんですけど、うんうん、あ、メンバーなんですね。下っ端的な扱いはしてないですよあ、そんなつもりはないです。もう彼はちゃんとあのなんか広告塔みたいな感じで、そうですね、ね、やってますからね。最近やってませんけどね。そんなわけで、あ、そろそろなんかお時間になってきてしまいました。なんかだらだらお話ししてしまってあれですけれども、最後にじゃあなんかおとなしいんでインフォメーションしてみましょうか。あかり店、はい、あちらに向かってお願いします、はい、夏のあかり店
とは言いつつも多分夏の終わりの明かり点って言った方がいいかもしれません。今週の金曜土曜日、午後6時から9時まで開催しております。で雨が降った場合は1日予備日を日曜日に取っておりますが、今の天気予報を見ている限り多分金土で大丈夫だと思います。ぜひ皆さんいらしてください。はい、すごーい。私より私になっても今日良かったですね。はい、というわけで私もお邪魔しようかと思います。皆さんもね、お誘い合わせの上でぜひ頑張ってみてね、涼みに行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日は焼津浜の会の皆様にお越しいただきました。ありがとうございました。部屋でお写真撮っていただいていいでしょうか。よろしくお願いいたします。ね、はい、じゃあ、いろいろインスタに載ります。チラシ、はい、持ちます。ちょっとメガネ取りました。はい、撮ってください。何が撮るの？怒りません。そんなこと一番言えない。はい、ありがとうございました。すみません、拙い進行で大変失礼いたしました。ありがとうございます。うまくないですよ、ほとんど。時間が余った時に最高持ってきたんで足りなかったです。